まだ頭の晴れまだあるけど帰るんだよって、あ、 DVD チケット買ったありがとう、帰るんだよってニーナちゃんと自己紹介しましょう。それでは、アイドルグループニーニー、あ、ツイッター使えなくなった人いるの？アイドルグループニーニーの紫色担当キスミンこと甘おきひめです。はい、書いてこちらにいるチワワはカイオンことカイちゃんです。カイちゃんって呼んでください。せーの、カイちゃんありがとうございます。ってワンって言うの、ん、ワンって言うの。でもちょっと引いてきたね。だってでまだコブダイです、まだコブダイです。でもまだ頭ぷっくりしてコブダイです。かわいい子でしょ。カイプンっていうの、カイプン、カイプンは違う、カイオンっていうの。じゃあ最近カイちゃんじゃなくてカイプンって自分で読む、一緒に呼んでるのがマイブーム。カイプンって、コブダイのカイプン、コブダイのカイプンです。すごい濃厚なペロペロキッシュをするのが特技ですって言いなさい、ちゃんと。ん、濃厚なキッシュが特技ですって。レレおいで、何やきもちやるな。カイちゃんは特殊なんですよ、歯磨きっていう。感染とかじゃない、感染ではないんですよね。血液検査とか CT とかもいっぱいこうあの取ったので、血液検査であの感染とかだと炎症のねあれで白血球とかの数値が上がるんですけど、そっちの方には何のあれも異常もなかったんですよね。元気になりました。この間緊急入院でね、2日入院してたんですよ、この子。かいちゃんの腫れ引いてる。だってみんな毎日観察してくれてるね、かいちゃんのこと。しんちゃんはお元気ですか。しんちゃん、しんぶどこ、しんぶ、しんぶ会いたいって。ちょっときすみ今下履いてないからあの立てないんですよ。おいほら、しんちゃん、しんぶ、しんぶおいで。じゃレレおいで、レレおいで、ほらレレ、レレ、もう呼んだって来ないやん。レレはさ、チュッチュが原因じゃないでしゅ、チュッチュ原因じゃないでしゅ。しんちゃんおいね、さっきガムあげたからね、ガム、夢中ガムに。ニュ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 、あれ特技のクリオネポーズしてあげて、かいちゃん。クリオネポーズ、特技のクリオネポーズ。あ、ちょっと最近大人になったから手が長くなってクリオネポーズやらなくなっちゃった。まあ、クリオネポーズ、それ違う、それ熟単純ポングンだよ。こうやって言うとね、世代が割れちゃうから。ん、ん、はい、いつものねクリオネポーズがあるんですよ。クリオネポーズ、こうやってこういう、こうやってねやるんだけど、カイちゃんがちょっとでかくなった。まだまだチビだな、お前チビ。あ、あ、あ、なんかレオンがトリミング行って、トリミングの人にもらった首輪があるから、これをカイちゃんに贈呈してみたいと思います。カイプン、カイプン出番だよ。今日は、今日はまったり配信で、まったり配信。ん、ん、行きますよ。ドゥルンドゥーン、ドゥルンドゥーン、すごくかわいいでしょ、すごくかわいいでしょ、すごくかわいいチワワが爆誕しました。シュシュっぽくつけたらキスミの話、キスミにつけろってこと。すごくかわいいチワワが爆誕しました。これはか、かいちゃんのじゃなくて本当は、あ、クリオネポーズちょっと若干なってる。おいで、ほらちょっとゆるゆる、ゆるゆるだけど苦しい。おいで、カモン、シャラップ、カモン、シャラップ、ノノノノ、レオン、カモン、カモン、オア、シャラップ、どっち選ぶ？吠えてるのはあのレッちゃん。今日まったり配信だ。ちょっと今日眠眠なの。太陽光の下でね、ニャイ、
イエーイってライブしてきたから今度緑のサイリウム振らなきゃ。かいちゃん緑じゃない、担当カラーみんな紫だもん。 OK? おほらほら、レッチャマル、レッチャマル、はいはい。ちょっとこれ今パンチョ見えちゃうから俺これほらね、ヘロリ迎えに来るよ、迎えに行ってあげる。ヘロリ逃げるやん、ふざけんな、迎えに行ったのに。パンツがみんなに生放送で見えるかもしれないっていうリスクを犯しながら迎えに行ったのによ。かいちゃんの担当カラー緑でね、やだかいちゃん、かいちゃんも紫だもん。でも緑似合う。でもみんなが緑振り始めたら他のアイドルさんで都合よくなっちゃうから嫌。見てかわいい、かいちゃんワンチュール持ってるよ。ワンチュールチュールチュールワンチュールチュールチュール、あ、かいちゃんにじゃあチュールあげてみる。でもそしたら他の犬もさ、あら、くれよって言ってくるから、そしたらでも寄ってくるか。しんちゃん顔見たいって、みんな、みんなが顔見たいって。一代目 MC マジかわいいってコブダイ、コブダイワンコです。コブダイ、コブダイワンワン、コブダイ、コブダイワンワン。かいちゃん何歳ですかだって。じゃあかいちゃん質問コーナーする。これもキスミはね、あれゲストだから、今日のねメインはかい MC です。かいちゃん何歳ですか、インタビューです。じゃあほらちょっとインタビューのマイク用意するね。ん、じゃあこれがね、あの iPhone のタッチのやつ。はい、いきますよ。はい、かいちゃんは何歳でしょうか。僕はジェロチャイです。ジェロチャイの赤ちゃんの生まれたてぽやぽやの、生まれて6回さん、かいさん、かいさん、こっち向いてください、まだインタビューのお仕事中です。あ、ほらいっぱい来てますよ。キスミは、キスミン、キスミン、かいちゃんキスミ好きですかとか、ほらかいちゃんジェロ歳です。はい、あ、仕事中ですまだ。はい、かいちゃんの犬種は何でしか。コブダイって言われてまっちゅけども、あの僕はチワワです、チワワです。かいちゃんキスミのこと好きですか。微妙。かいくんの好きなタイプは、黒髪ロング。かいちゃんの好きな人は黒髪ロングです。誕生日はいつでしょうか。2022年の12月23日です。きっちゃん何歳ですか。26。言わせんなよ間もなく7ヶ月。今月の23日で7ヶ月でしょ。会は分かりやすいんですよ。6月だったら6ヶ月、7月だったら7ヶ月でしょ。会長こっち向いてらって魚って徐々に出てきた、いいに似てるって言われたことありますか。それたまに言われるんですけどね、そもそも研修が違うんで、しっかり見てから言ってくれませんかだってちょっとね反抗期金髪ショート初期ショーだって。アンチュか。キスミンに直してほしいところは、まあちょっとあれだね、まだね、あの俺大粒のドッグフード食えないからね、兄貴たちと一緒じゃないドッグフードちっちゃいの食ってるから、あの揃えてくんね。まあ、僕が食べれないんだけど、兄貴が食べてるやつの方が美味しく見えるんだよね。そんなことはないです、そんな事実無根です。かいちゃん、かいちゃんアンチョウシだって。かいちゃんアンチョウシですか。まあまだね、あの森島アンリさん、森島アンリさんにはねお会いしたことがないんですけれども、まあちょっと一度ね SNS とかを見ていてお会いしたいなと思ってますね。とのことでっちゅ。キシュミの好きなところは、なんかいい匂いがしょる26歳っているのもあと少しだから今のうち言っといたら、あらそうです、あ俺かかいちゃんは誰推し。まあ誰推しって言われますとね、あの親であるあの天脇澄推しって言いたいところなんですけれども、なんか身内を推すっていうのもなんかちょっとおかしい話ですよね。まあなのでですね、もう推しメンって聞かれたら、そうですね、森島アンリと答えとくようにしてましょう。
でもカイさん残念なお知らせがあります。森島アンリさんはですね、あのシンバがおしめんなんですね。シンバがおしめんなのでちょっと相思相愛とはならないんですけれども、そちらでも森島アンリさんにの推しと言いますか、まあそうだな、俺は奪うのが好きだから、ああそういったものがもう6ヶ月で形成されていると、ああすごい大きな決断ですね。飼い主への不満はありますか。まあ不満って言ったら不満あれだけどな、まあ、もっと口舐めさせろ。なんで口を舐めるのはなんでなんですか。まあちょっとね、将来のキスの練習。どうしたの、どうしたの、兄貴、兄貴ことレオンちゃん、姉ちゃんどうしたの。ガム落としたったんでしょう、ガム落としたったんでしょう。ん、今ポカポカワンコタイムなの。レレもおいでだからほら早く来て。もうレレもうこんなね、もう何も見てもおもろくないね、あの犬ポカポカ配信みんながね一生懸命見てくれてんのよ、この大事なゴールデンタイムにさ。うん、見たいテレビいっぱいあるよきっとね、今ゴールデンタイムだから。あ、今日は楽しかった、ありがとうございます。キスミンは昨日お風呂に入りました。昨日入ったわ、昨日入ったし。まだかいちゃんに服着せたことないの。服着せたことあるよ、だけど暑くなってきたからお家ではあまり着させてないだけ。かいちゃんの名前の由来ってありますか。かいちゃんの名前ちょっとご本人すね始めたので。レレ何ですか。レレおいで、ここにほら来て、ほらここ起きて、隣の一緒きな。あ、かいちゃんの名前の由来はですね、うちんち犬が3匹いるんですけど、3匹いるんですけど、まあ、このかいちゃんは一番シュウェッコなんですね。シュウェッコ、シャンシャイと1歳のワンたちがね、うちにはいるんですけど、何よ、一番上のパピヨンがレオンって名前で、レオンって英語で書くとライオン、僕おペンペンがなんかどうやって書くんだっけ、レオンって英語でレオンって L-E-O-N、 わかんないけど、なんかレオンって英語で書くとライオンって意味らしくて、レオンはだからライオンのレオンで、2番目がチワワとダックスのミックスで、チワックスっていうんで、チワックスっていう犬種なんですけど、それがライオンキングの主人公のシンバ。あ、レレ来た、レレ来た、来たぞ。レレはこいつが噂の暴れん坊大将軍こと兄貴、暴れん坊大将軍のレオンだ。あ、ブロが大きいでしょね。レッちゃんがダメでしょ。レッちゃんはですね、もうやりたいことがあるともう抱っこさせてくれないんですよね。そうで、2番目がしんちゃんみんなに紹介してる、シンブもうガムのとこ戻っちゃったがシンバ でシンバのなんかスピンオフの、ライオンキングのスピンオフっていう作品に出てくるらしいんですけど、シンバの息子がカイオンっていうらしくって、カイオンって名前です。ちょっと鼻かんでいいでしょうか。レッちゃん大きくなったね。レッちゃんね、もうね成長は止まってる、もう3歳だから。シンバかわいい、あ、辛抱し、もううちには猫も犬もいっぱいいるからね、もう一つのアイドルグループができるわけですよ。うちのアイドルグループ2にはですね、4人組なんですけど、まあ、大体アイドルグループってさ5、6人とかいるじゃん。そう、5、6人じゃん。だからもううちのね、猫と犬で、ダメよ。うちの猫と犬でアイドルグループが作れるので、各なんか、ペットの推しをね、決める人がいるんですよね。ちょっとダメ、やめてしょ、あ、ダメ、おけつ見える、これ。あ、大丈夫か。ダメで。皆さんは甘受けペットの誰推しですか。まあ、猫があんまりこう登場しないんですけど、猫がね、キャットタワーとか、後ろにキャットタワー、これキャットタワーなんですけど、
そういうののところに現れないとあんまり抱っこが嫌いなのでね、現れないんですけど、猫はレアキャラなんだけど、カイちゃん推しだってカイちゃんよく出てるからかな。あ、シンバ推しもいる、あ、レッチャン推しもいるむちゃかわしんちゃん猫派、おー帰ってきたら始まってた。バブ姉さん、お、バブ、おバブ推しもいるあ、猫派だからバブプリポン推し変いいんですか、ダメだよ。アマーケのペットだったら推しましは許すキシュミン、キシュミンペットじゃないわ。コブダイちゃん推しだって。最近シンバ少なくて寂しい。しんちゃん、しんちゃんほら見て、しんちゃんファンがみんないるよ。しんちゃん100キロの爆速100キロの弟推し、その話も最近してくれた人のためにね、弟の紹介もすると、3つ下の、社会人の弟がいるんですけど、その弟が夜中、私たち家族みんな GPS ついてるんですけど、アプリのね、なんか仙台に今長期出張中で、長期出張中なんだけど、東京にね彼女がいるんですよ。である日の夜、なんか週末、なんか時速100キロでなんかこっちに向かってきてるのをママが GPS で発見したんですよでママが寝室にいたんだけど、ちょっと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 みたいな、ねえ、なんか弟が時速100キロでこっちに向かってきてるよみたいな、でなんかサプライズでこう帰ってくんのかなと思って、うちら家族はサプライズで帰ってくんのかなと思って、でママは急いでちょっとうとうとしてたけど、弟の好きな料理とか作り始めたりして、きっとね時速100キロで帰りたくなって、なんか嫌なこととかあったなんか帰ってきてるんだよみたいな言って、急いでママも好きなもの作って待ってたんだけど、なんかなかなか帰ってこなくて、じゃあ GPS もう一回見てって言ったら、なんか絶妙に家からなんか離れてるところに結構もう何十分で居座ってるんですよ。えって言って、なんか事件に巻き込まれたんじゃないのって、ママその時弟に彼女がいるって知らなくて、私はまあかろうじて知ってたんですよ、なんか相談とかのしたから。そしたらママがなんかすごい心配しちゃって、だけど私はなんかなんとなくこう予想がつくじゃん、 あ彼女んちや彼女んちやって言ったから、ママにチクってあげた、これ多分彼女んちだよってそしたらね、ママ鬼の形相で弟に電話してたプライバシー筒抜けひすみん恋愛相談乗れるんか、まあ、恋愛相談っていうか女心かな、まあ、例えばプレゼント、まあ、ありきたりなところで言うと何もらったら嬉しいとか、そう、弟の一個上だから、私の違う、2個上か、弟の2個上だから私の1個下なんですよ。だからほとんど私と年齢変わらなくて、だからお姉ちゃんが欲しいっていうものはきっとあっちも欲しいと思うしみたいな感じででもマジでね、3歳下の弟もう本当にね、なんかキモいんですよキモいなんか私が高校生で弟が中学生、あ、違うわ私が看護学生で弟が高校生の時かなの時に、彼女がねいたんですよ、弟に同級生ので、私はなんか隣の弟の隣の部屋だから、私隣の部屋でなんか作業してたんですよね、勉強かなんかしてて作業してたらなんか弟の部屋からトリプル A さん、アーティストのトリプル A さんのさよならの前にっていう曲知ってますか君にさよなら告げるため僕らあんなに愛し合ったのかな、これが二人の結末としてもなんねえ、もう遅かったかなみたいな、なんかそう、まあ、失恋ソングなんですよそう、弟だ10歳差、うん、3つ下と8個下がいます。
で今3つ下のキモい弟の話してるそう失恋ソングが爆音でさ隣の部屋から流れてきたの。おいマジかよって思って、もうなんかしかもその時なんか私自分に余裕がなくていや弟私にじゃないよ全然。そうもうなんかすごいこっちはピリピリしてたんですよ。私はなんか何かの期限が間に合わないか、看護学生の時ちょっと時期は忘れちゃったんだけどなんか看護学生の時なんか実習が始まった時ってもうなんかマジ 2,3 時間しか寝れなかったんですよ。こういろいろまとめたりとか明日のこう予習とかしなきゃいけなかったから、その時なのか分かんないんだけどめっちゃピリピリしてて自分の中で、でもう隣の部屋から失恋ソング流れてきたから、なんかホテルで隣の人がうるさい時みたいな感じでガンって壁やってガンってやったの。あしんちゃんしんちゃんおいでしんちゃんおいで、お見舞いたいてしんちゃんおいで、隠れやがった。それであのガンってやったら全然やまないの。それでもあーもうほんと勘弁してうざい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 って思ってノックもせずにあの自分の部屋寝て弟の部屋ガンってもう本当にやめてみたいな、あーもう彼女と別れたんでしょみたいな、もうそんなもう分かりやすいことしないで気持ち悪いからって言ったら弟泣いててキモかったもうやだと思ってなんかその時はパンツ履いてたの、あ分かんない覚えてないけど、私にとってさ裸族っていうか、なんかそんなに履いてる履いてないとか重要視してないから、なんかその時履いてたかって分かんないなんでキモいやんだって、こっちはさ精一杯なんか勉強みたいなやつでさあれしてんのにさ爆音でさ、なんかもうその曲はいい曲だけどさ、なんか失恋した時に失恋ソング流してる弟キモいやん、うるさいし、静かにイヤホンでシクシク聞いてろサイコパスサイコパスすぎるそうめっちゃおもろいですよねキスミンは失恋体験ないの。キスミンはでも小学1年生の時にあの私本当になんかもう頭がバカなんですよ。もうなんか小学1年生の時に私すごいネクラだったんですけど、初めて小学生入学して隣の席になった男の子が何かで優しくしてくれて、あの漏らしました、天田さん漏らしてますの人じゃないよそう隣の席になった男の子が何かで優しくしてくれて、あなんかこれは少女漫画に出てくる王子様なんだって思ってそう王子様なんだって思って、少女漫画めっちゃ好きだったんですよ。少女で、あ王子様なんだって思って、あのなんかバレンタインかなんかあげたんだけど、その男の子がなんだっけ、なんかすごいなんか男の子のすごい仲いい男の子同士の友達がいて、でその男の子のことなんか裏切れないからみたいな謎のなんかその今思ったら何だったんだろうっていう謎の理由を言われて、あのなんかちょっとあの両思いとかにはなれない、なんかその時さあの小学生の時ってなんか両思い片思いとかじゃん、両思いにはなれないって言われて、あなんかういっすってなった恋愛漫画ってすごい単純なんだなって思って、で自分の単純さにも気づいたあそういうこと、えその隣の男の子のその友達がキスミのこと好きだったっていう説ある、えみんなのコメント見て気づいた、だからなんか裏切れないっていうから裏切れないっていうから、なんかそことそこできてるのかなって思ってたキスミは、なんか今気づいた、そういうこと、いやでもできてるかもしれないよ男の子同士で、それかなんかすごい勝手ななんかちょっと混ぜてる男の子で、なんか友達と今遊んでるのが楽しいのに、なんかキスミちゃんとあの両思いになったらあの遊べる時間が少なくなるとかかもしれないけどおもろすぎるね。
めっちゃおもろいな。そう、そういうそういうことはある男同士でできてない。やばい本読みすぎや。やばい本読んでないって、本当に読んでないそれで弟の、そう、弟が失恋した時にもう失恋ソングを爆音で流されてムカついたよっていう弟エピソード結構あるもんその100キロでこっち東京に向かってきて彼女ん家に行ったりとか、あと、え、これさ男の人に聞きたいんだけど、男の人に聞きたいんだけどさ、うちのね、その参考したの弟がね、なんかこれは今の彼女さんじゃない、全然昔の彼女さんなんだけど、なんかすごい弟都合のいい男やってたんじゃないかっていう説が私とママの中にあって、そうっていうのも、あの弟が塾に行ってたんですよ。だからもう本当高校生だったかの時、弟が塾に行ってたのね。弟が塾行ってて、でその当時の弟の彼女さんがなんか遊んでたんですよ、友達と一緒に地元じゃないところで遊んでて、で弟がなんか塾のなんか合間のコマとコマの間の休憩、弟かわいそう休憩時間かなんかになんかこうやり取りやっぱ彼女としてて、彼女がなんかすごく会いたくなったから、なんか会いに来てって弟にメッセージ送ったんですよ。そしたら弟はもちろん塾中だから、いや今塾だからって言うやん。そしたら彼女さんがあれ、あの、じゃあ塾と私どっちが大事なのって言って、でまあ、結論から言うと弟はそこから行ったんですね。そう、行っちゃったの。え、これはさどう思います、みんなだったら行きますえ、これってどうなの、普通なの。私は絶対にもうやめなって、だって塾あんた自分の金じゃないでしょってめんどくせえ、出たって言ってる。みんな経験あるんだ、うざい、やだ、聞かなきゃよかった。何歳、高校生、高校生行くの、キズミンなら行く、行かない、高校生、うん、好きなら行くでしょ、めんどくせえ女の、行くな、行くの、やば、みんな、うわ面倒だから行かないって人もいるよね、悪王女、まあ、そうだよね、若い時は行くのでは、えやばすぎ。そういうので行く人は飽きられるのが、そうなんだよ、だから都合のいい男や、結局行かない高校生なら行ってる、あ、高校生っていうのもあるのかな、男は単純なのであるみんな結構行くって人が多いんだ、見返り次第だな、高校生から見返りとか考えてたらやばい。ちょっと残念なんだけど、え、残念すぎる、みんな行くんだ、じゃあキスミが来てって、じゃあ仕事とキスミどっちが大事なのって言ったらみんな来てくれるんだね、ライブ都合のいい解釈、そうなんだ、え、でも他の人を試すならろくでもない、でも、もうそう思うんだよね、キスミはさ、だってさ、まあ、わかんないよ、弟とその彼女の関係性をそんなに細かく知ってる把握してるわけじゃないけど、でもさ彼女からしてもさ、まあ、通常であれば弟の、私の弟のこともめっちゃ好きでいてくれてるわけでしょ。そしたらさ、好きな人の大事な時間って、しかも高校生だから大学受験のための塾なんですよ。そうそう、でそれであの、まあ、大事な人の大事な時間、しかもお金は、まあ、あの親がね払ってるっていうのも把握してるからさ、そういう時にさ塾と自分どっちが大事なんていうのはちょっとやばいよな。だからそれで行くなって言ったら行ったんだよ、もうね、そうそう、会いたいって言ったらね、女の子がさ来てくれたらね、あの、まあ、嬉しいじゃんね、ちょっと塾抜け出して1回で少し会うぐらいだったらいいけどね、もう本当にそういう男なの。でも私の弟は、弟そういう男なんだけど、でも
今みんなに聞いたら行くっていう人が多かったから、あもう男の人ってみんなそういうもんなのかなって思って、ちょっと今ちょ寂しいわしかも弟大学に行ってもそういうことがあったの。大学に行って、で弟が友達と遊んでたのね。弟が友達と遊んでて、普通に男友達と遊んでたので、女の子はなんかサークルか分かんないけど、まあ、とりあえず、まあ、男女どっちもいるなんかそういう集まりにので飲み会をしてたんだって。で飲み会をしてたので、弟は男友達となんか地元の男友達と遊んでたの。そしたらその飲み会にいる彼女から弟連絡が来て、なんかちょっと飲みすぎてなんか帰れなくなっちゃったみたいなそう、飲みすぎて帰れなくなっちゃったで、そイントネーションは知らないよ私の勝手な想像だけど飲みすぎて帰れなくなっちゃったで、弟がね、なんかもし弟から聞いた話だから弟もちょっとなんか自分の都合のいいように言ってるかもしれないんだけど、それと言ったから弟は、いや今友達と遊んでるからって言って、しかもめっちゃ遠かったんだって、その地元と飲んでるところが、で車で迎えに来てって言うんだって。いや車って言っても弟車持ってないから実家の車なんですよね、で車で迎えに来てって言って、弟が元カノにくねくねボイス使われたのか、いやくねくねボイスは違う、もっとあはんふんだよ。んでそうで、だから今一人じゃないんでしょ、一人じゃないから家に近い友達とかと一緒に途中まで帰ってくることできないって、それか迎えに行くんだったら迎えに行くでいいけど、今友達と遊んでるから何時ぐらいになるみたいな、まあ、そこまではさ弟めっちゃ対応としては普通じゃん、なんならまあちょっとめんどくせえよって言わないだけ優しいじゃん。だけどみたいな、本当にもう帰れなくなっちゃったし、このままだったらどこ行くかわからないって酔っ払ってるからどこ行っちゃうかわからないって言われたらしくて、そしたらもう弟さ友達と遊んでたのにもうそれ仕方ないって言って、うちんち その実家の車使って迎えに行って送ってあげたんだって家までやばくないでしょ。弟悪い、なんかちょっとひも女じゃないけどめんどくさい女製造機なのかもしれない。いやそれはさすがに行かないでしょ。それ行きますか。そんな言われたら発狂するでしょ。でしょ家族ごと舐められて、それな女運悪いのかもしれない。行かないよね、さすがにそれ行かなくない。まあ、高校生の時とかで塾と遊んでる場所とかだったらいいけどさね、友達優先したりするような、そういう女が好きなの。えガチ行きます、行く人いるんや。まあめっちゃ好きだったらね。だけどそう、なんか弟はめっちゃ地元の友達めっちゃ好きで、ちっちゃい頃から一緒にいる友達が好きで、でまあなんか大学生とかになって大学がバラバラだったりしたから予定もなかなか合わなくって、そうやっとなんかこう遊ぶあれが作れたみたいなあれだったんだよその女いるってまあね、そうだからそれも結構私とママってママとその弟とで結構話すんですよ、そういう話を。で3個下のその弟は割と恥ずかしがらずになんかこういろいろ言ってきて、これっておかしいかなとか自分でも自覚はあるタイプなんですよまさか時速100キロの時もそんな要件で呼ばれたんじゃ、いやそれがわからないの、それだけは言わなかったんで、なんで100キロで帰ってきてこっちに一切何も言ってこないのって見た時何も言われんかった。相手が切羽詰まった時に豪雨の日にバイクで連れ戻しに行ったこと、まあ、それはドラマみたいでいいや。なんかねもう相手がどうしてもさ、もうなんか仕事で失敗しちゃってもうなんかもう消えたいぐらいさ闇に闇まくってたら、まあ、自分がねこう、まあ、少しでもなんかこうなんかね予定変えられるんであればそういう時はね言ってあげてもいいと思うけどさ、酔っ払っちゃってこのままだとどこ行くか分からないって言われたらちょっと違くない？それは
ね、そういうなんかそういうちょっとなんかなんだろう、野沢とかじゃないよもう。都合のいい男だよって、そういうなんか男になっちゃったら絶対それが当たり前って思われちゃうよって言って言うんだけど、ダメ、もう恋は盲目ね。ね、マジウーバーオト、ウーバーオトオトだよマジで。うん、シチュエーションゲーム見て参考にしてる説。いや、私がいつもシチュエーションゲームとかで演じるのはどっちかっていうと、もう酔っちゃって帰れなくなっちゃったのタイプの、そっちの彼女の方なんだけどね。キスミン好きはめんどくさい女が好きな人が多い。え、キスミってめんどくさいですか。めんどくさいんだ。え、私ってめんどくさい。え、だって、え、だってさ、みんながキスミのことさ好きって言うから信じてたの。みんなが他のアイドルの子に行くんじゃん。え、私悪い。え、ちょっと待って、聞かせて。私なんか悪いとこありましたか。やめてよもう、冗談、冗談でしょ。キスミ全然悪くないじゃん。悪いのはそっちだって。やばい。そういう子付き合ってとは言わずに何々くん好きってくる。おー、他の人を好きって言って様子見てくるタイプ。多分いい女ではない。アイドルってみんなこんな感じだから。みんなって言ってる時点で悪意ある。はいはいはい、今あの罪のコメントがありました。アイドルってみんなこんな感じだから。はい、これでこれをで、このフレーズありますね、今私のコメントに来たこのフレーズ。もうこのフレーズ、じゃあ、 あの恋愛の話に例えてみましょう。はい、じゃあ、 あなた彼氏ね、で私が彼女ね。ねえ、私ってさ、会いたいとか急に言って会いに来ちゃったけど、私ってめんどくさい女？じゃあこれ、あ、彼氏ね、私。え？全然めんどくさくないけど。だって女ってみんなそうでしょ？はい、お、これは罪です、罪です。これはもう他の女を知ってるってことなんですよ。これはこれはもう彼女プンプンですよ、これはプンプン。大丈夫、吊るし、これは吊るし上げじゃないよ、大丈夫。これはあのめっちゃいいネタをくれたことに感謝してるから。だって絶対にわざと言ってるもん、いすみその人のこと知ってるけど、わざと言ってるもん。はい、そんな感じで、そうだから、そう、他の女を知ってる雰囲気は出しちゃダメよ。だから特典会で、まあ、例えばだけど、特典会でいきなりね、なんかまあすごいもう流行とか私わかんないんですよ。私マジ流行とか疎くて、でこの人も流行に疎いだろうなってね思ってた人がいて、その実際に応援してくれてる人の中でね、でもう流行に疎いっていうか、別になんかそんなになんかあれだなと思って、だから、まあ、決して若くないキスミのことも応援してくれてるのかなって思ってた人がいたんですよ。そんだらなんか久しぶりにライブ来たなと思って、え、久しぶりって言って、え、ポーズどうするってチェキの時に言ったら、え、じゃ あこれでって言われた時、キスミもそんなポーズどこで覚えてきたんって。そんなまだこれがまだこれがそんな流行ってない時よ、もう JK とかしかやってない時よ、私 JK がやってるかも知らなかった時、え、これ何って思ったもん。だけどなんとなく SNS 見てて、これ何のポーズなんだろうって、その後になんか顔ハートっていうのを知るんだけど、びっくりしちゃったもん、それさ、もうえと思って、えっと思って固まっちゃって、その時撮ったチェキがもうなんかそのね、あの応援してくれてる人はこうやってなんかこういう感じでね写ってるんだけど、私こんな顔してたの、チェキ追されてた、超超前だけど。
その後はこえこの人どこで知ったんからのああってなったこのあーの前に取られちゃってて私こんな顔になってたからそんでねそんなことさ言わないから私は言わなかったのそんなポーズどこで知ったんとかちょっと言わなくってだからそんなこと知る由もなくなんでキスミン怒ってる顔してんのってチキツイにかかるんですかねえもうやめてっつってもう絶対若い子行ったでしょって若い子 JK あたりのアイドル行って JK あたりのアイドル行ってこれやろうよ何々さんって言われてこれはなんじゃってなってこれね最近流行ってんの顔にこうやってほら顔と合わせてハートに見えるでしょ顔ハートみたいなやり取りがあったんでしょうね妹がいるんではいや妹とかじゃないあのもうねじいちゃんもう優しいじいちゃんもうキスミン久しぶりっていうじいちゃんがいたんでも優しくてキスミンも大好きなじいちゃんいたんだけどだじいちゃんだからもうそんなんこんなん絶対知らんと思うやんキスミンすっごい信じてたのじいちゃんそのじいちゃん裏切ったとかじゃないんだけどいやもうびっくりしちゃったもんキスミンもうもうじいちゃんもう孫お孫さん孫お孫さんそうだったらいいけどしかも結構上手だったからさなんかこういう感じじゃないなんかじゃあポーズ何にするってやってなんか最近 SNS でこんなん見るからこういうのにしようってそれじゃなくてこうでしょとかだったらまだわかるんだけどもうじいちゃんもうこう完璧だったからねこれ完璧もうやだやだもううちのじいちゃんだと思ってたからうちだけのもうだからそれでもさ絶対なんかさ最初こうって多分なってたと思うやんそれも違うよ親指こうやってピンってして顎に当ててこうってやり取りしたんだなとかいろいろさこう想像しちゃうわけですよ私もすごいめんどくさい女だからもう本当にめんどくさい女だから想像しちゃうのねその背景を練習したのかなとか一緒にそのね若い JK のねアイドルのことをこれ練習したのかなとか思ったらもうすっごいもう悲しかったもんね練習済みじゃんねそれ絶対浮気や浮気心当たりのあるじいちゃん見てたらちょっと寂しかったからねそしたらもうその JK の子に次あのじゃ あのキスミーでやろうって言わせようそう何の話からこれになったんだっけ忘れためんどくさい女の話やあキスミンのことを若い子だと思ってた勉強したのあもうそんなポジティブに考えられるほど私もねもうなんかすごい若くないのよそうなんかきっとこうだったんだよって言われてあそうだったかもしれない私もうダメダメなんてできるほど若くなくて絶対にそんなんないからみたいなこうなんだろうこうこれリスク管理みたいななんか謎のこうなんかいや絶対に違うこれはこういう意図があってこうでみたいなのをこうもう若くないからいろいろ考えちゃうんですよ鏡見て練習したいや絶対ですよもうじいちゃんこれやったと思う絶対違うよ来月誕生日で17歳になりますはいあの時のおじいちゃんですよちょっと偽物のじいちゃんいっぱい多発するなおいそうもう一周回ってそう勘繰りモードいやもう本当にやばい顔チェキハートチェキ増えそうでも私本当にあの気づきますよそういうの本当に気づくからだって私結構気づくの私アイドルね10年こうやらせていただいてるんですけどまあ、10年やってるとね、まあ、いろんな方にねこうやっぱお会いするんですけど、まあ、そんな中で、まあ、10年やってるからもうあのあれ時効だと思って喋れるエピソードはなんかあの若い男の子がねこう、まあ、今来られてない方だから喋れるんだけど若い男の子があの、まあ、応援してねくれてたの最初はなんかなんて言ったらいいんだろ こう女の子で言うちょっと芋っぽいみたいな表現があるのかな、なんか素朴な感じであの全然なんか
ブランドとかわからないし、お洋服とかもなんか地元のなんかあれで買ってるんだけど、キスミンはやっぱおしゃれな男の子が好きなのみたいなっていうぐらいウブで、こうなんかすごいなんかこうピュアな感じのね若い男の子がこう応援してくれてた時あったので、いやでも全然キスミの方がダサいからって、毎日ジャージだしみたいな、だからそうかみたいな、それ安心できるぐらいありがとうみたいな感じの子だったの。したらなんか少し時が経って、だんだんね、だんだん今までなんかあのキスミのグループTか、まあなんか着ても T シャツとか、なんかもう普通な感じだったんですけど、それがね、なんか重ね着をするようになったの。重ね着をするようになったの。まずそこからだったの。T シャツ着て、その上にあのシャツ、前焼きのシャツ着てきたのよ。えっと思って、なんか今日おしゃれだねって言ったの。え、なんかえ、キスミのためにコメントでもあった通り、キスミのためになんかおしゃれしてきてくれたのって、それがなんかどっか行くのみたいなって言ったら、やっぱね、やっぱ内面はウブなんですよね。なんか嘘がつけないんです。なんかえ、あ、うん、こういうのとか好きかなって思ってって言われたの。なんかちょっともぞもぞしてたんだけど、なんかあれとは思ったけど、でもその時のキスミは信じてたの、それを。あ、私のためになんかいろいろお洋服とかなんかこだわった方が好きかなっていう話もあったから、あ、なんかちょっと気にしてくれて大丈夫とは言ったものの、なんか気にしてくれてたんだなって思って、でその日はそれで終わった。そしたらね、それが、まあ、何日か続いて、次ネックレスをしてきたんですよ。ネックレス、あと思ってえと思って、ネックレスとかアクセサリー全然一切見たことなかったの。えと思って、ネックレス、え、そのネックレスどうしたのみたいな、え、なんかネックレスとかアクセサリーつけてるとこ見たことないからめっちゃ新鮮だなみたいなそしたら、あ、これはなんかあのみたいな、なんかまたまちょっともごもごした後に、ピアスはまだ開いてなかったと思う、ちょっとわかんない、覚えてないんだけど、そしたらなんかこれも好きかなって思ってって言われたの。うん、いやでも待って、なんかでもよく見るとなんかハートの片割れみたいなのがうねうねしたデザインでもないなみたいなうんって思ったけど言わなかったの。でももう私の中では確信ね、あ、彼女できたんだって思って、で次会いに来てくれた時もう言わんでもいいよね、もうブレスレットとか、でもうほんと普通におしゃれな髪もヘアセットとかしちゃって、でで、なんかわかんない、ブランドとかわからないけど、なんか普通にハートの片割れっていうのだけ覚えてる。それがなんかちょっとうねうねしてるデザイン。あれ、何々くんもしかして彼女できた？もう特典会の雰囲気じゃない感じになって、めっちゃおもろかった。なんか彼女もしかしてできたとか言ってそしたら、え、なんでわかったのって言われて、いやでも彼女できたのかなって思ったけど、それでもキスミに会う時間作って来てくれてる何々くんのこと思ったら、なんかあの、まあ、そっちでもなんかちょっと嫌なことがあったらとかした時にキスミになんか会いにてくれたりとかしたのかなって思ったら、現実逃避でなんかキスミのこと楽しいって、ライブも楽しいって来てくれてるんかなと思ったから、あんまりそういう話はしないとこうと思ったけど、ちょさすがにハートの片割れだよねそれとか言ってみたら、あ、まあそうだよねみたいな、ちょっとあんまりわからないデザインかなと思ったけど、これ彼女にもらったのみたいな、で、あ、そうなんだ、そこはそこで終わって、そしたら後日案の定なんか彼女がアイドル行ってるのを嫌がっちゃってるから、なんかもうあんま来れないかもって言って来なくなっちゃったんですけど、もうそれぐらいめっちゃわかるんですよ私。だからあの、みんなヘアセットとか変えたりとか、なんか喋り方違和感とか、ちょっとファッションなんかあれ、なんか違和感感じる、違和感っていうのはおしゃれいつもとはまた違うっていう意味だよ。
っていうのを感じたらなんかすごいあの聞くねあれってあれれれれれれれって香水とかはまあ香水なんか今パーテーションっていうなんかちょっとコロナの関係でまだあの透明なビニールシート越しに話してるから場所によっては匂い来なかったりするんだけど匂いも結構ねあの感づくタイプコメントで浮気してるのとかはさすがにわからないけどちょっとうんコメントだけだとわからんけどいや本当にそういうのめっちゃね気づけるからあの証拠は消してね証拠を浮気するんだったらバレないようにしてねそんなのでも気づくけど気づくけどね隠されたって気づくけどさだからまあ選んでいいよだから選んでいいよ言わない言うじゃあどっちにもメリットデメリットがあるから説明するねじゃあまず正直に浮気してることしたことを言うの、 あの分岐点にこう行った時のメリットデメリットねじゃあ正直に言うこれはまあもちろんねあのちょっと何々ちゃんに言ってきちゃったんだとかそうやって言われたらまあシュンとするよシュンとするしなんで言ったのってなるけどまあ攻めめっちゃ攻められるし多分めっちゃ言うけどなんで行くのってなるけど多分その腹パン一発のワンターンで解決する場合は解決するそうあのそうで、次に言わないを選んだあなたライブを見に行くの浮気ではないライブ見るだけだったら浮気じゃないで言わないを選んだあなた言わないでじゃあ俺はキスミを他の子も行きたいけどキスミも不安にさせたくないじゃあ俺は言わないで隠し通すで隠し通せたらまあキスミはなんか気づかなかったらあのキスミ一つじってずっと思ってるから今日も来てくれてありがとう嬉しい嬉しい嬉しい大好き大好きだけどじゃあキスミのこの鋭い眼球で特典会に行くのはまあ浮気で鋭い眼球で浮気がバレたとします。こないだツイッターで別アカ見つけたんだけどさから始まるのかこないだチェキツイ見つけたんだけどから始まるのかなんか最近紫着てなくないなんで黄色ばっかり着てんのよなのかわかんないんだけどそうまあなんかバレたとするじゃん。そしたら言わなかったこの人はキスミに浮気を隠そうとしたんだっていうので多分1週間ぐらい引きずる。だからどっちがいいとかはないけどそうなんか隠すんだったらバレた時もう爆発的にやばいなっていうのと、言う時は、まあ、その時チクチク言われるけどチクチクでするなんかチクチクで爆発にはならない。どっちを選びますか。しないでよ。どっちを選ぶんじゃなくてしないで。そんな選択をするところにまず行かなかったらいいんです。分かった。ダメだからね本当に。正解がない。まずこの選択をするに至らないが正解です。キスミン的には教えてほしい隠してほしい。キスミ的には答えはない。キスミはあのまず一番は、まあ、病気とかもそうじゃん。病気とかっていうのもそうだけど予防するのが大事です。予防発症してからじゃ遅いんですよ。もちろんね完治させる薬っていうのもあるんだけどまずは発症しない方が一番あのいいからあの予防接種とかいうのが世の中にはあるし
あの生活習慣をやる前に見直そうとかいうので、みんな予防してるでしょ、うん、みんな無意識のうちにこう危ないことが起きないように予防してるんですよ。だからキスミは起きてからのことじゃなくて、起きる前にどうするかを考えるタイプです。だから言ってるじゃないですか、牧場を作るってところにつながってくるんですよ。みんなにしっかりね、こうあのしつけ用の首輪をつけて、どっか行こうとしたらギュッて締まるやつつけて、はい、みんなを縛るんですよ。持病は大丈夫ですか？持病はね、今のところ落ち着いてます。はい。うん、好きになりそうになったら相談すればいい。うん、もしライブとかたまたま見たライブでこの子がめっちゃ気になって、あの特典会行きたいんだけどっていうのをキスミに相談してもらえれば、あの簡単です。ちゃんと首輪つけるからさ。プロフィール画像変更が二次予防？どういうこと？プロフィール画像変更？牧場から出たら首輪が爆発するかデスゲームみたいな。わかりましたか？ニーニーのメンバーならいいんでしょうか？でも推しは一人でしょ？推しは一人でしょ？だからそれもさっきのしつけの首輪の例にして言うと、まあじゃあニーニーのメンバーが、まあ メンバーだから、同じグループのメンバーだから、あの、まあ、私のところにいたら全然あの首輪は締まらないんだけど、まあ、メンバーで近いけどちょっと離れてるじゃん、まあ、私じゃないからさ。そしたら、まあ、ちょっときつくなって、うってなるぐらいだけど、そこを飛び越えてまた全然違うアイドルさんに行こうとすると、いよいよもうなんかになっちゃう。そんなの嫌だ。みんなにはそんなことになってほしくないし、だからしっかり命が惜しければそばにいて。最近苦しいな、そのせい。そうだよ、息できなくなってもいいの？弟の彼女がマシに思えてきた、笑う。確かに確かに、弟いくら塾休んで彼女迎えに行こうが何しようが、首輪が爆発することも何死ぬことがないもんな。脅迫脅迫なんかしてないのに、やめてよ、みんなぶっきらぼうだな、じゃあ物騒だなだ。はい、キスミンのこういう配信のせいか、メンバーのところに行った時の第一声が、来て大丈夫なのになりましたわ、笑う。そう、もうちょっとやめて、もう本当にそんなことないから、もうやめて、もう。それはおもろい。はい、というわけで、まあ何が言いたいかと言いますと、まあ本当にみんなには長生きしてほしいんです、本当に。はい、あ、車の免許取りましたかってコメント、やばいやばい、もう瀕死状態。ピボンピボンピボン、車の免許なんでもないよ。そう、長生きしてほしいんですよ。だから あの、あんまり他のところ行かないでくださいね、うん。でも大丈夫だよ、キスミのところにいたら、キスミがあの長生きの薬をあの一滴ずつみんなに垂らしてあげるから、それを貯めていくとやっとこう長生きっていうあれになってくるから、そうキスミっていう長生きの薬をずっと打ち続けてないと禁断症状が出ちゃうからね、やめると。分かった？薬って急にやめると禁断症状が出る強いお薬もあるでしょ。そう、そんな感じだから、そうキスミのところ来るとこうあのもらえる薬が、あのキスミのとこ来ないともらえなくなって禁断症状が出ちゃうからね、しっかり気をつけてね。
どれくらいの頻度が最適でしょうか。あ、俺に合うの。でも一途に思ってくれてたら、あの、あ、合わなくても、あの、合わないけど大好きボーナス薬が通販で届くんですよ。キスミのこと好きでしたねって言って、しっかり、あの、じゃあ送らせていただきますって、あの、っていうのがあるんだけど、そうだから、まあ、あったら、まあ、あの、ちゃんとね、直接、あの、ポーションを渡せるんだけど、そう、まあ、なかなか会えない方もいらっしゃるけど、気持ちはちゃんとキスミ大好き、キスミしかだったら定期的にこの郵送するので、はい、大丈夫です、安心してくださいね、生きていけますからね、あの、会えなくてもキスミに一途な人は。鼻水が、はい、じゃあ他のメンバーの配信も始まったということで、キスミもフェスから帰ってきて、今体がね、日焼け止め、もう日焼け止めと汗でベトベトなので、お風呂に入っていきたいと思います。今日は楽しかったな、ちゃんとみんなに思いを届けられて、言いにくかったからさ、あの、長生きしたければキスミから離れんなってちょっと言いにくかったからさ、今日はすごくちょっとずつだけど伝えるのすごく怖かったけど、みんなに優しく伝えられてよかったな。みんな聞いてくれて本当にありがとうね。はい、というわけで、はい、最後に軽く告知をさせていただきます。はい、キスミの個人的な、告知からいきます。7月4日火曜日は夜の8時からグラビア応援チャンネルカメラ小僧というニコ生の、番組に生配信で出演させていただきます。こちらゲストとしての出演なんですけれども、あの、私、まあ、普段ね、こうやってアイドルやってるんですけども、この番組に出てる時は、まあ、グラビアアイドルの天脇澄美として出演させていただきます。まあ、ちょっとなんかセクシーな企画もいっぱいあって、触るに診断のシーンで触診って言って、あの、 MC の方がキスミの体を触ってなんかこうレポートするみたいな、食レポ、触るにレポで食レポがあったりとか、まあ、なんかグラビア応援チャンネルっていうぐらいなので、ちょっとあのセクシーな格好に、あの、配信中になったりとか、まあ、そういう感じでなんかこうで、ちょっとあのセクシーな企画もあったりするので、ぜひ7月4日火曜日夜の8時からニコ生にて放送です。こちらチェックよろしくお願いします。MC は、そう、あの、先輩、あの、事務所の先輩のあおみんさんと、あとラッパーの呂布カルマさん、はい、で、触診するのはもちろんあおみんさんですけどね。はい、そして7月の9日日曜日は原宿のラフォーレミュージアムというところで、サイン会があります。こちらはですね、月刊エンタメとゼロイチのコラボの、掲載の、号でして、あの、ゼロイチバイトっていう、キスミは、あの、引っ越し屋さんの、あの、コスプレをして、みんなに、この日は、みんなのことを待ってたいと思います。はい、ちょっとセクシーなやる気のない引っ越し屋さんキスミにぜひ会いに来てください。こちらも、受付中です。そして7月22日土曜日は、門前仲町の会場にて、あの、DVD、キスミの新作 DVD の先行予約会が始まります、があります。7月22日はキスミの DVD、 新作 DVD の先行予約会です。こちらはですね、コロナ以前は握手とかできてたんですけども、まあ、コロナになってから3年ちょっとですね、はい、あの、みんなとこう生の手でにぎにぎしたりっていうこともなくなっちゃってたんですけれども、なんと3年半ぐらい節ぶりに、皆さんとこう生の手でね、こう触れるにぎにぎ会、生の手にぎにぎ会もできたりします。 DVD1 本からキスミとね、生の手でにぎにぎ、あの、する特典がございますので、あの、ぜひ、あの、会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あとはニーニーとして の大事なお知らせなんですけれども、今月の、末ですね、7月31日は、全国ツアーのツアーファイナルが恵比寿リキッドルームという会場がございます。あ、そう、あの、にぎにぎ会は大阪でも8月の11日あるから、まだそちらはね、受付中じゃないんだけど、情報公開前なので、ちょっと、あの、
あるよ、あるかなって思って、あの待っててください。はい、で7月の31日は恵比寿リキッドルームでツアーファイナルです。はい、こちらめちゃめちゃ来てほしいライブとなっていて、ニーニーとしてもすごく大事な大事なライブなので、皆さんぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。そして個人的にもあの4年越しにとあることが叶う日でもあるんですね。4年越しにもう本当にとあることが叶う日でもあるので、皆さんと一緒にそんな日を迎えたいなっていうふうに思いますので、ツアーファイナル恵比寿リキッドルーム7月31日来ていただけたら嬉しいです。そして8月の22日は新宿ブレイズという会場で私天脇澄の生誕祭がございます。はい、前回ねありがたいことにソールドアウトしたんですけれども、またねコロナの規制が緩和されて同じ会場でもキャパ数がまた違ったりするので、ちょっと緊張してるんですけれども、またみんなと一緒に満員の景色見たいなって思ってます。生誕祭8月の22日ぜひ開けといてくだったら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、鼻声ってよくわかったね。そう、ちょっと今ナザール切れで鼻声になってきちゃったはい、というわけで皆さん、今日もね、今日は夏フェスから始まり、こうやって配信も見に来てくれてありがとうございましたはい、というわけで、今日も皆さんに会えて嬉しかったです。ラグキーワードはラグキーワードはどうしようかな。なんかラグキーワードは長生きでお願いします。それでは今日も見てくれてありがとうございました。おやすみ。